まずリカレント教育という言葉なんですけれども、この言葉って結構古い言葉で68年ぐらいからスウェーデンなんかでは使われていると。でリカレントっていう言葉の意味は繰り返しということなんですね。ですから実はもう最初から繰り返しで勉強しなきゃいけないというのは、何も何て言いますか、年を取って年金も出ないし最後になって稼がなきゃいけないよっていうところで安倍政権はこれを使ってますけども、そういうものじゃなくて、学校に行き始めた時からリカレント教育で、親の方も子供を育てる時には言葉なんかでも何回も繰り返してやるじゃないですか。そういうふうな、ね、もの全部リカレントなんですね。で特に今重要になってきているのは2つありまして、1つはですね、やっぱり世の中が大きく変わったと。特に日本の場合はですね、明治以来欧米に追いつけ追い越せということでやってきたんで、答えがあっちの方にあるということなんで、みんなにその答えを教えて早くそれを自分たちで実行してもらえるようにすると。そしてみんなより頑張る、軽薄短小、とにかく一生懸命やると、これで答えに近づけるということで、日本の教育制度っていうのは答えのあることを前提にしてます。これ非常に不幸なことです。なぜかっていうと、欧米の中で特に北欧がですね、デンマークなんかはちょっと待てと、21世紀っていうのは答えのない世紀だよということをこの94年ぐらいから非常に感じるようになって、ついにその90年代の半ばに、学校教育を基本的に再定義する、21世紀より。どういうことになったかっていうと、教室で先生という言葉を使うことを禁じました。先生って怖い言葉ですよね。中国語で先生って書きますけど、先に生まれたっていうじゃないですか。先に生まれただけでお前答えを持ってるのかと、これは恐ろしいことだと。それから英語ではティーチャーと言いますね。でこのデンマークの議論っていうのは、ティーチということの前提は答えがあると、だからそれを教えればいいという、答えがあるという前提だったらティーチというのは成り立つけど、21世紀は答えがないということでデンマークの教育制度をもう一回直そうと考え直そうとした時に、そもそもティーチャーという言葉がいいのかと、こういう議論がありまして、ほぼ全員がノーと、ティーチという言葉は学校の現場から葬り去れと。そして26人、まあ、向こうの学校は26人の生徒が多いんですけども、26人いたら26通りの答えがあっていいんだよねと。でどうやってじゃあ答え見つけるのっていうと、そうなんです、答えは見つけるもんなんですと。そうすると26人違うことを言ったら、じゃあ本当に答えに近いのはどうなのか、誰の意見なのかということで、クラスの中のディスカッションでこれを探していく。でその中でいわゆるリーダーシップというのが出てくるんです。議論の中でこの人の言うことが非常になるほどと思うというようなことで、リーダーシップというのが出てきて、そして、先生の方は何してるかっていうと、答えを誘導しない、分かんないんだから、だからそれをファシリテートすると。だからティーチャーという言葉の代わりにファシリテーターというふうになったんですね。だから日本みたいに文科省が指導要領を作ってこれって言って終わりと、それをあんた繰り返しなさいと。まあ我々はバイリンガルの青葉インターナショナルでバカロレアの資格を取ってやってるんですけども、バカロレアの場合には教科書を使う先生はクビになります。とにかく教科書を使うっていうこと自身が、先生がそういうことをやるっていうのはダメだと、自分の考えを伝えるのが先生だと、こういうことでですね、自分の考えを伝えない、人の考え、すなわち指導要領みたいなものを読むだけの人はアウトと。インターナショナルバカロレアっていうのは、私もですね最初はどんなものか分からなかったんですけど、審査員がこう来てですね、何回も来るんですけども、よく分かりました。大賛成ですよ。もう要するに教科書通りのことを教えてるんだったら先生じゃないと。なぜかというと、インターネットの時代は本当に教科書があって分かってれば、ネットで提供したら一人の先生が全世界を教えて終わりですよね。でそれが今のムートみたいなものですよね。だからムートみたいなのがあれば、答えが分かってればもう学校なんか行かないと。学校行った時にはやっぱりディスカッションをしてみんなで答えを見つけると。ということは、学校時代からリカレント、会社に入ってリカレント、ここがちょっと2番目の不幸なところです。会社に入って社員教育やってるのは先輩なんですね。これって超不幸ですよね。今までの会社の仕事のやり方みたいのがフレッシュで取られてない人にみんな教えられちゃったら、この会社変われなくなるわけですから。ですからそういう点ではですね、やっぱり社内教育というものも大きな問題があります。したがって学校に入ってきた人もリカレントと、そしてその後はですね、とにかく学び直し、自分のスキルの磨き直しと、こういうことをやらないといけないと、こういうふうに思います。まあいずれにしてもですね、人生っていうのは全て、あらゆる点において学び直しと、そういうことをですね常に続けていく。でこれを10年20年続けていくと世の中怖くなくなります。なぜかっていうと、自分で答えを見つける方法が分かるということになりますので、もう怖いものはなくなると、そういうことですよね。だから今の安倍政権みたいに定年を70まで延ばして、年金を支払いを延ばして支払い額を少なくする、だからお前稼げる能力をつって最後の55からリカレントって言い始めたわけですね、人生100年教育の中で。これは政府が超ずるい、でリカレントっていう言葉は言ってるけども、なんかカビが生えてる。リカレントっていうのは全ての人が今日から始めなきゃいけない、気がついた時からと、こういうことだと私は思います。